だ。こんにちは、神田です。今日も4日に行われる J1 リーグ第3節コンサドーレ戦について画像を使いながらコンサドーレのサッカーについて詳しくお伝えしていこうと思います。コンサドーレは神戸戦ではゴールキーパー菅野選手が足の違和感で欠場しており、新潟戦で出場してくるか微妙なところだと思います。広島戦からスタメンの部分では神戸戦ではキム・ゴンヒ選手をベンチスタート、新野選手がワントップで起用されており、広島戦と異なりスタートから浅野選手がシャドウの位置に入っていました。神戸はコンサドーレ戦では 4-4-2 のシステムで、開幕戦で右サイドバックに入っていた酒井選手のところに飯野選手を起用、武藤選手が2トップの一角に入って右に佐々木選手を起用していました。佐々木選手を先発で起用したのはおそらく 4-4-2 で、手堅く入りたいゲームの時に先発起用が多いイメージです。コンサドーレの攻撃を警戒しての起用なのかなと神田は見ていて思いました。前半9分の神戸の先制点はコンサドーレのゴールキーパー具孫雲選手から福森選手へのフィード、福森選手にボールが入ったところを神戸の佐々木選手がスライドして寄せてボールを下げさせて、武藤選手と数的同数でボールを奪ったところから始まった。そのまま後ろから上がってきた大迫選手にパスを出して、大迫選手自らそのままシュートを打って先制点を奪う。神戸は佐々木選手の起用が見事に的中したんじゃないのかなと思います。佐々木選手の一瞬のスプリントの速さを生かしてスライドして一気に福森選手に寄せた、この守備が福森選手の判断を迷わせたんだと思います。ゴールキーパー具孫雲選手がサイドの詰まりやすいところにフィードしたのはピッチ中央にボールが収まったり空中戦で競ってくれる選手がいないから仕方なしにと言ったら失礼な言い方かもしれませんが、サイドに蹴るしかなかったんじゃないのかなと試合を見ていて感じました。コンサドーレは中央でボールを収めたいけども、昨シーズンまでいた高峰選手、怪我で離脱中の小前選手などが不在のため、まだその穴を完全に埋めきれてない感じがしました。切り替えが早くプレーできる選手がいないので、そこも一つの要因じゃないのかなと思います。なかなかテンポアップができないし、主から攻の部分で誰がスイッチを入れていくかという部分が定まってない感じが終始見て取れました。そこで新潟はコンサドーレの試合開始の出足を見て、いつも以上にスローと感じたなら、試合開始から新潟は一気にテンポを上げて中盤を制圧していった方がいいと思います。最初の15分の新潟の入りでこの試合の勝負の分かれ目になる可能性があるかなと神田は思います。最初の15分の新潟の入りでこの試合の勝負の分かれ目になる可能性があるかなと神田は思います。なのでコンサドーレに決して合わせることなく、新潟がいかにねスピードパワーを持って
全身全霊で前からプレスをかけて勢いを持っていけるかが勝負になってくると思います。ここの最初の入り、試合開始の入り方を間違えてしまうと、あわやコンサドーレに先制点を与えてしまう可能性がありますので、この試合、試合開始の新潟の入りが一番重要になってくると思います。でコンサドーレがゴールキーパーかセンターバックがボールを保持してるとき、持ってるときに、神戸はどっちかの2トップがコンサドーレのセンターバックに、もしくはゴールキーパーにプレスをかけに行きます。サイドにボールが出たら、神戸のフォワードはスライドしてよりサイドに追い込んでいきます。神戸のサイドハーフもそれに連動して前からプレスをかけに行ってはめに行きます。広島戦、神戸戦とコンサドーレのビルドアップの立ち位置、ポジションを見ていくと、この4人がひし形の形を形成していることが多いんですよね。神戸の2トップがたまにコンサドーレの2人同時でプレスをかけに行く時があったんですよね。そうするとコンサドーレのアンカーの馬場選手が完全にフリーになっている時があるんですよね。ですけど、この馬場選手にパスが出てこないんですよね。というか、出せないんじゃないのかなと神田は見ていて思うんですよね。昨シーズンまでのコンサドーレなら、アンカーがセンターバックの位置まで落ちていくことが多かったと思うんですけども、そこをまだ馬場選手が理解していないのか、それとも馬場選手が加入したことで、新しいビルドアップの形をコンサドーレが試そうとしているのかは定かではないんですけども、このビルドアップがうまくいってないことが不調の原因じゃないのかなと神田は見ていて思います。相手チームの、広島、神戸のマイプレスを回避するために、今度はセンターバック、もしくはゴールキーパーが前線に大きく蹴っていくんですけども、ここでね、一つ問題がコンサドーレあるんですよね。今シーズン、ワントップにコオロギ選手がいないから、このロングボールを収める選手が前線ワントップにいないということです。荒野選手が神戸戦ではワントップに入っていたんですけども、あまりね、ポストプレーが得意な選手じゃないと思うんですよね。なので、なかなか収めることができず、神戸に奪われる、ボールを弾かれるっていうことがね、結構あったんですよね。なので、新潟としても、先ほど言いましたけども、試合開始早々から、ガンガンね、前プレー仕掛けていった方がいいと思うんですよね。サイドに追い込んで、蹴らせて、新潟のセンターバック、もしくは、ボランチのところで、ボールを回収していく。サイドに蹴らせて、コンサドーレの自陣のサイドで圧縮守備をして、ここで奪ってショートカウンターを仕掛けていきたい。なので本当にね、試合開始のコンサドーレの出方によって、多少ね、新潟のサッカーが変わってくると思いますが、なかなかね、このコンサドーレのビルドアップ1週間で改善される可能性がね、なかなか難しいと思いますので、もう一気に仕掛けてコンサドーレを混乱に陥れるのも一つの戦術になってくるんじゃないのかなと思います。で、コンサドーレ、そう言いながらも、攻撃はかなりね、素晴らしい攻撃をしてくる、強力な圧力をかけて攻撃をしてきます。特にサイド攻撃がかなりね、強力な攻撃だと神田は見ていて思います。サイドで深い位置を取ったら、一回下げて、そのボールに対して、もう一回ね、深い位置を取りに行く。そこからマイナスのクロスを上げてくる。この攻撃が本当にコンサドーレは多いです。このシーンもサイドからキム・ゴンヒ選手に斜めのパスが入る。そしてキム・ゴンヒ選手がこれをダイレクトで斜めに後ろから走り込んできた金子選手にパスを出していく。サイドからワンタッチもしくはダイレクトパスで相手の背後を狙ってくるのがコンサドーレの攻撃の特徴です。新潟のディフェンスラインは食いついてしまうとコンサドーレの選手に食いついてしまうとギャップ狙われてしまうので
ついていくならついていく、受け渡すなら受け渡していく、そこをはっきりしていった方がいいと思います。ですけどね、どうしてもこうギャップは狙われてくると思いますので、狙われた時に決してねゴールが割れるまで、ゴールが決まるまでしっかりね自陣に戻って守備をしていくこと、諦めずにゴールが割れるまで、しっかりね自陣にゴール前しっかり守ってブロックしていってほしいなと思います。そしてディフェンスラインはできるだけ揃えて、サイドバックセンターバックとの間をできるだけ開かないようにして、中に中に絞って守っていってほしいなと思います。まあ、これはね広島戦でこれは広島戦で実践できていたので、広島戦でやっていたことをこのコンサドーレ戦でも継続してできるかどうか、ここがね重要になってくるんじゃないのかなと神田は思います。そしてコンサドーレ戦の新潟の神田が予想するスタメン予想なんですけども、もうめちゃめちゃね悩みに悩んだんですけども、まあこう来るんじゃないのかなと思うんですよね。ゴールキーパー小島選手、左サイドバックに堀米選手、2センターバックに高見選手、マイケル選手、右サイドバックに藤原選手、2ボランチに高選手、島田選手、左のサイドに水戸選手、トップ下に伊藤選手、右サイドに太田選手、ワントップに谷口選手と予想します。ワントップで鈴木選手と悩んだんですけども、まあ、昨日お伝えした動画で、オールコートマンツーマンで来る場合、もしくはコンサドーレが5トップにしてくる場合、中盤が空洞化する可能性があるので、やはり、谷口選手の、まあ、背負って起点を作れる、そして偽9番の動き、まあ、そういったところが、まあ、生きてくるんじゃないのかなということで、まあ、谷口選手に戻してくるんじゃないのかなと、ワントップは。そして2列目なんですけども、めちゃめちゃね迷ったんですけども、コンサドーレの場合は、まあ、福森選手にどうね守備をさせていくか、まあ、太田選手サンフレッチェ戦広島戦を見ていてかなり動きが良かったので、まあ、太田選手が2戦連続先発かなと、でトップ下は伊藤選手、そして、まあ、小見選手と水戸選手迷ったんですけども、まあ、水戸選手が3戦連発でスタメンかなと、太田選手と福森選手のまあ、1対1のところの勝負が、まあ、一つキーポイントになってくるんじゃないのかなと思います。そしてダブルボランチは、まあ、高選手、そして秋山選手から、まあ、島田選手に、神田は戻してきたんですけども、まあ、どれだけやっぱり中盤を制圧できるかがポイントになってくると思います。で、高選手がしっかり太田選手と、チームを組んで、ダブルチームを組んで、ボールを奪って、すぐに島田選手であればボール預けて、正確なねパスで、細かいショートパスでテンポを上げていけると思いますので、まあ、島田選手が、まあ、出場してくるんじゃないのかなと、このコンサドーレ戦、重要な役割になってくると思います。そして、まあ、右サイド左サイドは変わってこないんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、結構ね、新井選手だったり長谷川選手、もしくはね渡辺選手を予想する方もいると思いますが、神田はこの3節まではサイドバックいじってこないんじゃないのかなと思います。そして2センターバックは千葉選手がね絶好調なんですけども、1回お休みさせるんじゃないのかなと思うんですよね。なので、マイケル選手、そして神田がもう今シーズン期待しています高見選手、圧倒的なフィジカル、そして神田はね、セットプレー、もしくは、高見選手が、ワンゴール奪うんじゃないのかなと予想します。高見選手が、結構ね、豪快なシュート、もしくはヘディングで、新潟に、得点を与えてくれるんじゃないのかなと予想します。そして、ゴールキーパーは、我らが守護神、新潟の守護神、小島選手を予想させて、このスターティングメンバー、このスタメンで、コンサドーレ戦っていくんじゃないのかなと予想をさせていただきます。で、まあ、試合展開なんですけども、まあ、先ほども言いましたけども、
まあ、本当に試合の入り方、もうコンサドーレに合わせるような、サッカー、スピード感、テンポをやるともう負ける可能性が大というか、先制点を奪われる可能性があると思いますので、いかに前半で新潟が自分たちのリズムの中で前半15分もしくは20分以内に先制点を奪えるかが一つのねポイントになってくるんじゃないのかなと思います。なので神田の予想は高見選手の1ゴール、そして水戸選手が1ゴール決めて2対0、もしくは伊藤選手が決めてくれて2-0で、新潟が勝つと予想をさせていただきます。コンサドーレがなかなかねちょっと調子が上がってきてない部分もありますが、その分不気味な存在でもありますので、まあ、なかなか新潟としては怖い存在でもあると思いますが、自分たちの新潟らしいサッカーをすれば必ず神田はね勝てると思いますので、2連勝をね勝ち取ってもらいたいなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。